どうも、メスです。早速ですが、プロスピューザーの皆さんに質問です。特別延長で相手にボコボコに打たれたその裏、何点差なら諦めずに戦いますか？2点3点おっと、1点差で諦める方はいないですよね。はは。野球は2アウトからという言葉がある通り、この試合を見て奇跡という言葉について皆さんで今一度考えてみませんか？パパ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 、こにゃにゃっちは、どうもメスなのだ。あ、すいません、どうもメスです。ですね、台本作るのめんどくさいんで、こっからアフレコで、はい、お話ししていきたいと思います。はい、いつものやつですね。でもね、これはちょっとね、俺の今までね、リアタイめちゃくちゃやってるんですけど、リアタイ史上ナンバーワン逆転劇なんで、ちょっとね見てほしい、みんなに。どうしてもドア化したくて、これ結構前のね、撮影したの結構前なんですけど、どれぐらい前かな、1ヶ月近く前、グランドオープン前なんですよ、とにかく。いや、これ見てよ、これ。特別延長で、表で相手に5点取られたその裏、いきなりホームラン3点返す。いや、もう素晴らしい。もう素晴らしい。諦めない、その心。まあ、ぶっちゃけ諦めてたんですけど、はい。まあ、たまたま打てて、あれ、これワンチャンあんじゃねみたいな。思ってたところなんですけれども、坂本さんアウトになって、その次がね、落合さん、でもぶちかましたるーと思ったらね、これもうすぐアウトになっちゃって、もうこれ2アウト、あーもうこれ俺もまたね、あーこれ無理だと思ったんですけど、意外とねナックルカーブが意外といい感じに当たっていくという。はい、ということでカット入れつつ実況解説していこうと思うんですが、2ストライクですね。2ストライク、2アウト、2ストライクか、2ストライク、2アウト、ちょっとよくわかんないけどモイネロに変わりましたね。いや、これあとね、ストライク 1回でゲームセットと。でもこれさ、すごくない？これまあ、だいぶ前の俺なんで、今見返してるとあれですけど、選球眼だいぶいいですよね。もうなんだろうな、俺やっぱり結構女性のこうカップ数とか、もうパッと見たらな。はい、ということでね、次のバッターが城島さんですが、これもね、この場面でも2ストライクなってやばいと思ったけど、なんとかね、まあ、ヒットでつなげると。これで1点返して、5対4。同点まであと1点。サヨナラまであと2点ですね。で、これで見返しながらね、今アフレコしてるんですけど、これ、俺、今の俺より打ててねって思うんですよね。1ヶ月ぐらい前なんですけど、これさ、この1ヶ月で俺急激に老化した説ないっすか？そしてラストバッターはアイボールオース。一球を見逃し。そして、運命の2球目が今！逆転！さよなら！逆転！さよなら！素晴らしい！前田投手、これは奇跡ですよね。デスティニーじゃね？